供の口のこと全部解決していきましょうよと企画になっております。皆さんも疑問に思っていることいっぱいあると思いますから全部教えていただこうかなと思います。小2000問の SS さんの武井真人さんです。よろしくお願いします。1本目は子供さんの受け口です。どうも皆さんこんにちは、司会士の大沢です。このチャンネルはですね、歯に興味がない方でも興味を持っていただけるよう原理司会が分かりやすく、そして時には面白くお伝えする歯科バラエティチャンネルでございます。ぜひですね、興味を持っていただけた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、はい、なんと皆さんで、ね、気になると思います。子供の口の中って結構気になるじゃないですか。気になりますね、親御さんたち。はいはいはい、なんとですね、今日はですね、小児専門の衛生士さんになんと大阪から来ていただいてですね、大阪からですよ。いや、来ていただいてですね、はい、今日は子供の口のこと全部解決していきましょうよと企画になってます。ぜひね、見てほしいですね。いや、マジで見てほしい、はい、これ一番楽しみにしてたのは、もう嫁ちゃんが聞きたいこといっぱいらしいので、皆さんも疑問に思ってることいっぱいあると思いますから全部教えていただこうかなと。例えば、しゃぶりだったりとかね。あー、いいですね。あとはお菓子だったりとかね。あー、いいですね。で、虫歯にならないためにはどうやっていったらいいかとかね、いろいろね、行動ね、気になることあると思いますんで、はい、今日はですね、そういうことを聞いていきたいなと思います。では早速登場していただきましょう。小児専門の SS さんの武井真人さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、この僕のテンション。高い。いや、会った時も高いなと思ったけど、はい、上行く。すごいでしょ。びっくりして。大阪にもなかなかおらんでしょ。おらんし、すいません、大阪じゃないんですよ。大阪じゃないでしたっけ。神戸です。変わらん、変わらん、一緒ですよね。違う、地図で見たら一緒ですか。地図で見たらこっちも一緒です。だからインは大阪ってこと。いや、神戸です。インも神戸。はい、神戸です。出身も神戸です。神戸ですか。生まれも育ちも職場も全部神戸です。すいません、大阪より遠かったっす、ね、遠かったです。すいません、遠いとこ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、そんな武井さんをお迎えしてですね、子供のお口の中についていろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はい、衛生さんということで、はい、なんか普通だったらこう歯石取りだとかね、うん、やったりだとすると思うんですけど、うん、はい、小児専門の衛生さんっていうのは、はい、主に何されてるって感じなんですか。主にはもうお母さんとかお父さんに教えるというかお伝えするっていう感じです。子供さんがどうしたら虫歯にならへんのかとか、うん、歯並びをまあ悪くせえへんためにはどういうことができるのかみたいなお話をまあメインでしてます。はい、すごくね、あの大変だと思います。大変だと思います。だって一人患者さん相手するのも大変ですけど、子供さん相手プラス親御さんもいらっしゃるわけだから、 すごい大変だよね。子供さん良くても親御さんがちょっとっていう時もありますしね。そういう時もありますから、いや、すごい大変な職業なんですけど、まあでもこういうね、衛生さんがいないと、はい、子供のさんの口の中っていうのはね、なかなか良くなりませんから、ありがたい職業だなと思いますよ。ありがとうございます。そんな専門のね、真人さんに聞いていきたいなと思います、はいはい、今日はですね、1本目はこれね、皆さんね、悩んでる方結構いると思うんですけど、子供さんの受け口です。はいはいはい。結構これ相談きます。うん、こういう、こういう、何かで。多いです。もうお子さんの段階でもそうなっちゃうんですか。ほぼね、子供さんの段階で決まると思うよ。20歳からこの綺麗な髪出すから、こうなることはまずないよね。やっぱり徐々にこうなっていっちゃうから、うん、稲ちゃんみたいな感じ。そうそうそう、ならないようにっていうことですね。そう、ならないように、はい、もしそういう傾向があったらどういう風に直していくかとかね、うん、教えてほしいなと思うんですけど、はい、今日はこの受け口について、受け口になった時にこのデメリットですよね、はい、受け口はなんで悪いのか、で、あとは受け口の原因ですね。何が原因なのか、で、何歳から受け口の傾向が分かるのか、で、受け口にならないようにするためには、で、受け口になっ理想だなっていう子は何歳から治療すべきなのか、この5つについてね、まどかさん聞いていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず1つ目ですね、受け口のデメリットですね、はい、これなんて説明されてるんですか。デメリットなんですかって聞かれることってまあないんですけど、うん、受け口っぽいんですけどって心配される人がやっぱり気にしてるのはもう見た目。見た、そうですね、うん、やっぱりもうそこが一番大きいと思います。確かに確かに確かに、はい、もうデメリットといえばまあ見た目やし、こちらからすると見た目だけじゃなくてやっぱり噛み合わせ、うん、上手に噛めへんとか、うん、まあそういったところかなって、まあこの2つが大きいデメリットやとは思います。やっぱりね、見た目ね、特に女の子とかっていうのは、うん、もう早めの段階から気づいてあげたら治療にすぐ介入してあげたいなっていうのはありますよね、うん、はい、そうですね。
二つ目ですね。受け口の原因ですね。はい。原因ってやっぱあるんですかね。遺伝とかじゃないですか。もう一個はやっぱり受け口は遺伝が大きいです。お父さんお母さんもしくはおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、いとことか両親じゃなくても血縁関係に受け口の人がおったりすると遺伝しやすいのがこの受け口の噛み合わせです。他にもその癖とか姿勢とか、うん、そういったのが原因で。姿勢とかも。はい。例えばどういう姿勢が。やっぱり猫背とかもそうやし、こういう感じやったりとか、うん、あとは寝てる時の姿勢とかも横向き寝とかうつ伏せ寝とか、うんうん、そんなんで噛み合わせがこう悪くなっていって顎が出るとか、うんうん、あとはこう下顎出す癖があってそれがそのまま定着しちゃうみたいな、うん、あーなんかひょうきんなことがふっやっちゃう癖の子いますよね。赤ちゃんとかって結構ね顎の位置決まらないじゃないですか、歯がないから。でお母さんが結構そんなんで心配はするんですけど、それがそのまま固定しちゃう子もいるんですよね、中には。何歳ぐらいから傾向が出始めるんですか。もう乳歯列って言って、子供の歯が全部、はいはい、全部生え変わる、生え揃うのがまあ3歳ぐらいなんですけど、はいはい、それまでにも20本か生えてくるのが2歳3ぐらいとかでもう生え揃ってはくるので、うん、その時にはもう決まってます。じゃあもう2、3歳でこうなっちゃってる子っているんだ。もうそこで固定してしまってる子もう2歳ぐらいでは多分決まっちゃってます。はい、これもう受け口やばいと思って手でこう毎日こうしてくとか無理なんですか。いや、あ、もうなくはない、なくはない、なくはない。やっちゃう人もいるなって。そうだよね、なんかやめてみたいな。あこんなの見たことなくない。そこまでは。はい、食べて食べてみたいな。フードコートでさ、行ってさ、日曜日とかにさ、食べて食べて、あほらほらとか言う人見ないでしょ。でもなんか、毎晩やってるみたいなのはなんか、あるかもしれないですよね。かもしれないです。なんかその受け口だけじゃなくて、一本だけ反対の子とかいるじゃないですか。あ、はいはいはい、噛み合わせが普通こうやけど、一本だけこうやったら、ちょっとここだけ毎日押してくれへんとか言う時あります。あー、そうなんだ。ここの歯一本親指でこうやってずっと押しとってみたいな。じゃあ、戻ってくるんで。それは歯的にどうなんですか。とりあえず、見た目を回復するだけなんやったらいいんです。まあ悪いっちゃ悪いけど、うん、特に1本だけでなんかどうこうっていうのは、うん、厳密に言えば多分あるんだろうけど、うん、でもあんまり1本だけ後ろになってるからめちゃくちゃ噛み合わせ悪いとかっていうことはないから、でもできるだけやっぱ見た目がね前にあった方が綺麗だよね。そんな受け口にならないようにするためには、はい、やっぱり上国の言うようにこう、はい、こう、こう、もう押さえ続ける違いますよ。じゃあどういうことをその 2,3 歳にああなってきたなっていう子にはどういう指導をしたりするんですか。指導するときはまずはやっぱり普段の姿勢を良くしてもらいたい、うん、どうしても今の子らって姿勢が悪くなることが多いんですよ、うん、食べる時の姿勢とか も、うんうん、もういろんな椅子とかもあるので、はいはい、ありますあります。結構姿勢が悪くなりやすい椅子とかもあったりするので、そんなんで座って食べて悪い姿勢で食べてたりすると顎がこうやっぱりずれるので、そんなんがあるからちょっとお家でどんな姿勢してますかみたいなんで教えてもらったりとか。じゃあその斜め見してもらったりとか。あ、そうですそうです、そんなもんやったりします。こういう姿勢アウトっていうのはやっぱこうこういうのことをずっとしてるとか、赤ちゃんとか、まあ、2歳とかやったらアンボみたいな、わかります、赤ちゃん用の。わかる、ここについてるやつ。あ、そう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 、あれで離乳食食べさせてるとか。あれダメなの。あれダメです。うわーやってなかったやってなかった。よかった。なんかうちは、嫁ちゃんが、なんかいろいろ調べてくれたらしくて、ちょっと当てるかどうかわかんないですけど、はいはいはい、足をつけるような椅子がいいと。正解。さすが。おー、さすが嫁ちゃん。めっちゃ喜んでますよ、多分今。さすが嫁ちゃんです。やっぱこう、足をつかして食べさせないといけないっていうことで、その椅子を探してたら、うん、まあ、ちょうど先輩がくれたんですよ。あ、ちょうどよかったって言って、うんうんうん、え、これいいのって聞いたら、足をこうやってつけて、はい、座って食べるのが一番いいって言って。それが一番いいです。はい、あ、よかった、合ってた、さすが嫁ちゃん。そう、さすが、さすがです。私のチャンネル見てくれてる言ってましたし。そうそう、見てた、見てた。さすが見てる、見てた。あとはなんかそのテーブルの横にこう入れ込むようなテーブルがあって椅子だけをこうつけるやつありますよね、知ってます。あー、はい、あのサイドが、あー、あります。うん、あれも足プラプラするじゃないですか、はい、あれもだからあんまりこう噛む力が入らへんとか。あー、なるほどね。あるんでやっぱり足、そう、足、足が大事だよ。足大事。他なんかこう原因にならないためとかあります。あとはもうよく噛んで食べる。よく噛んで食べる、はい、やっぱりこう口の筋肉が緩んでると、うん、こう出てきやすい。いろいろ動いたりとかもするし、
まあ、今のコーラのその食べ方みたいなのも結構噛み合わせに関係してくるんで、そんなんで悪くなることもあります。じゃあやっぱりこう遺伝的なものもあるけれども、育て方っていうか、まあ食べさせ方とか、そうそうそう、あとはこう姿勢とかっていうのが、もう遺伝的なものもあるけれども、そっちも大事だよってことですね。そうですね、そっちもめっちゃ大事です。だからそういう家系の人にもういた時点で、はい、あ、もうこの子はなりやすいから、それはそうですね、ちょっと意識づけて、はい、自分の中意識づけて、ちゃんとこう姿勢を良くするような子育ての仕方をしないといけないですね。はい。じゃあもし、はい、まあ、何言ってもダメだな、みたいな、っていう時、何歳から治療っていうのをすべきなのかな、歯並びを治すための治療ですね。そうです、それも完全に受け口っていう病名がついて、まあ反対抗法って言うんですけどね、反対抗法ですって言って歯科矯正、自費診療とかになると思うんですけど、そういう治療は大体何歳ぐらいから始めた方が、始めた方がいいのは結構難しいんですよ。でもできる年齢っていうのがあって、子供さんってやっぱりできる子できひん子いろいろあると思うんですけど、女の子やったら4歳ぐらいから装置を入れたりできる子が増えてきます。4歳で、まあ、ちょっとこう聞き分けのいい子というか、やりやすい子なんかは4歳ぐらいからもできる子はいます。4歳で何入れるんですか？プレオルソとか。出た、プレオールさん、はい、こちらです。プレオールさんこちらです。こちらです。プレオールさん、プレオールさんこちらなんですけど、はい、これプレオールソって、はい、僕最近やっと、はい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 、聞き出したんですけど、はい、まあ、簡単に言ったら何なんですか？これは矯正器具じゃないではないです。お口周りの筋肉を整えてあげるっていう装置です。これを入れとくだけで。それを入れとくだけ。基本このプレオールソを入れとくだけで治ります。お、マジっすか？はい。ただ、手口が治るだけですよ。ああ、はい。手口は一旦は治ります。ああ、でもいいっすよね。だから、4歳で介入できるんだったら絶対した方が良くて。そうそう。これ、まあ僕ら次、小児科とかじゃなくなってくるからね。二十歳超えたら。うんうんうん、次、口腔外科に行かないといけないんですよ。うんうん、いきなり。これなんでかっていうと、骨切りって言うて、こう出てやった人は、もう、顎の成長が止まっちゃってるから、もうどうすることもできないんですよ。うん、そしたら、骨切らないといけないんです。切って戻すみたいな。これめちゃくちゃ大変です。大変。これはあまり、やっぱり僕らの中でも、やりたくない治療。自分自身に。やっぱり怖いですよね。だから4歳までに、そうやってこう、治るのであれば、歯並びだけだったら、そこまで大きなあれじゃないです。今、マウスピースもありますからね。だから、難しいこともあるんですけど、骨切るよりは全然マシだと思いますね。マシだと思います。でも年中さんぐらいですもんね、年齢的には。そうですね、まあ、そのお子さんがやってくれるかどうかとか、そういう部分もありますよね。そうなんがあります。それをやってくれる魔法の言葉があるんですよね。魔法の言葉それをやってくれる魔法の言葉こういうことあるんだよ。魔法の言葉ねえおい、困らせなよ。それはなかなか。そう、でもまあやってくれない場合が一般目線で多いんじゃないかっていうのがあるわけです。歯ブラシもやんないとかもあるんで、そのためはどうしていかなきゃいけない。大きくなるまで待ちましょう。ああ、やっぱまだやってくる。4歳さんって結構早いんですよ。早いね。うん、で、男の子は4歳、ほぼほぼの子は無理です。ああ。女の子の方がちょっと成長早いんですよ。確かに確かに。そうで、やっぱりその治療ができるとかできひんとかっていうのも女の子の方がちょっとずつ早いんですね。やっぱり男の子は基本的にやっぱり小学校に上がらんと、そういう治療っていわゆるの治療ができる子はほとんどおらへんので、やっぱり受け入れにくいよね、治療としてね。だって歯医者ただでさえイグロ嫌いなのにさ。そうやし、男の子は見た目気にならへんので、女の子は自分が治したいと思うと、プリンセスになりたい私って思ってる子はできるんですよ。いや、それはいいかも。プリンセスになれるよ。なるほどな、プリンセスになるよ。そしたらやるんだ。やるかも。女の子やったらその言葉は結構絶大です。なるほどなるほど。まあ、雪やらとかの荒雪や、俺になっちゃった。雪やらどっちでもええやん。よくない。どっちでもええやん。厳しいね、厳しい。子育て厳しそう。子育ては厳しくないです。だから、信号青って言ったら違うで、緑や。ゆうゆういや、そういうなんかこう可愛いキャラクターを例えて、このキャラクター見てこうなってないでしょ、綺麗でしょ、こうなりたかったら、そうそうそう、ちゃんとこれ入れてきなって言ったらやりやすいかもね。そう、そういう声があります。だってウルトラマンとかもうみんな面かぶってるから、男の方にこうなりたいでしょって言ったら、いやこの顔にはとかって言いそうやもんな。仮面ライダーとかありますからね。戦隊ものとかありますからね。ということで、今日はですね、出口についてお話していただきました。はい、やっ
っぱり子供さんに、うん、まあがっつりとした治療は無理なので、うんうん、できることからね、うんうん、やってあげようということで、はい、やっぱり姿勢だったりだとか、はい、食べさせ方だったりだとか、はい、あとはこう装置入れるんだったら、うん、がっつりとした装置じゃないんですけどプレオルソみたいなものを入れていってあげるとかね、はい、そういうことしたら、まあ、20歳になった時ね、うん、大きい外科処置にならずに済むのかなと思いますので、うんうん、この外科処置になったらお金もかかりますもんね。ですよね。はい、プレオルソって大体いくらぐらいですか、これ。プレオルソは、うちのクリニックでやってるのは、もう一期治療っていう治療の中でやってるんで、40〜50万。ああ、そうなんです。でも、結構するね。調べてみたら、プレオルソだけでやってたら、10万以内とかでされてるところもあるみたいです。でも多分、本当に受け口って1回で終わらないので、うん、1期治療、2期治療介入しないといけないので、そうそうそう、はい、やっぱりこう、来てくださいねっていう意味で、先にこう、うんうん、設定しとくっていう意味さんもある、うん。あると思います。はい。だからこう、入れたら、はい、さようならじゃなくて、うん、ちゃんと治りきるまで見ようよっていう、はい、多分インサンス、ね、まあ小児専門です、ね、そうです、はい、神戸です、はい、神戸です。何市ですか。神戸市ですよ。あ、神戸市、神戸、神戸市、神戸県じゃない、神戸市、兵庫県神戸市、兵庫県神戸市、はい、神戸の、はい、何インサンスですか。三影小児歯科矯正歯科クリニックです。あ、早口言葉ですか。はい、もう一回、三影歯科、三影歯科、え、三影、三影、いいです。理事長見てるよ、理事長見てるよ、大丈夫ですか。三影小児歯科矯正歯科クリニックです。あ、はい、そうです。まあ、テロップずっと入ってるんで。これなんか頑張って言わなくても。三上さんにしか強制してください。神戸の、ね、はい、方いらっしゃったらですね、ぜひぜひ、まあ大阪でも行けますもんね。そうですね、はい、全然関係あると思います。結構、あ、これはアクセスですもんね。いいですね、神戸は、ね、はい。なので、子供さんのね、そういうこと悩んでらっしゃる方、はい、神戸まで皆さん行っていただければと思います。はい、ぜひ、はい、そしたらこれだけ明るいマドコさんお待ちしております。はい、待ってます。でもやっぱりね、明るさって大事ですからね。そうですね。僕の YouTube も明るさをテーマにしておりますから、もうちょっと伸びてほしいんですけどね。ということで、明るくね、はい、はい、やっていきましょうということで、はい、マドコさんにはあと3本、はい、飛ばさせていただきます。お願いします。お願いします。あとは YouTube もやってるんですよね、はい、やってます。はい、ぜひこれね、めちゃくちゃ分かりやすいんで、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ分かりやすいんで、はい、しかも1歳編とか2歳編とか3歳編とか歯磨きの仕方とか全部書いてくれてるので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思いますので、ぜひ見てください。はい、どんどん見てくださいね、はい、もう知識ね、どんどん入れていってほしいなと思います。はい、この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンを、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。おしゃぶり、そして哺乳瓶についておすすめのおしゃぶり、それはなんとこちらとこちら、電波になりにくいってもう一回言えるんですよね。おすすめの哺乳瓶は何個あるの。一番のおすすめは僕はこれです。ではないです。めちゃくちゃ永久保存まだなのでぜひご覧くださいね、はい。